ね、ログハウスって知ってる？え、あのログハウスって山小屋とか別荘の？あ、そうそうそう、それが自宅として住めて自然派の暮らしができるログハウスがあるの。自然派の暮らし、うん、あ、いいね。うわ、丸い家だ。あ、本当だ。恐竜がいるよ。ハンモックもあるね。いいね。あっち、煙突、三角屋根に、うわー、いいなー。これ本当に住宅なの？アウトドアが大好きという松井夫妻がやってきたのは、ログハウスや自然派の暮らしが体験できるちょっと変わった住宅展示場、ベスのログウェイ。こんにちは。ご来場ありがとうございます。ベスは初めてですか？はい、はい、じゃあお願いします。はい、ご気に入りありがとうございます。お預かりいたします。ではこちらが場内の案内図です。はい、中はご自由にご見学いただけますので。自由に見ていいんですか？はい、ご自由にご見学いただけます。すごいですね。あ、もう見てるし。こっちこっちね、このデッキ最高。気持ちよさそうだね。おー、いいよ。お、これがログハウスか。本当に木を積み上げてるんだね。入ってみて。あ、すごく木のいい香りがする。ぬくもり感じるね。なんか優しいイメージだね。ちょっと土間になってるよね。あ、本当だ。あれ、サーフィンから帰ってきたらそのまま中に入ってこられるね。そうだね、うん、サーフボードも置いとけるしね。ドマリビングは汚れも気にしないでラフに使えるととても好評。ベスの家のユーザーに人気の DIY の作業場にも最適です。またベスの家を購入した方の半分以上が薪ストーブを設置しているんだとか。木のぬくもりと薪ストーブの温かさ、贅沢なひとときですよね。男の夢だねこれ。あー、木に囲まれてるっていいね。落ち着く。ログハウスは丸太を一本一本横に積み重ねた壁でできた建物。一般的な木造住宅の約3倍もの木材を使っていて、断熱材も必要ありません。別荘のイメージがあるログハウスですが、ベスでは9割以上の方が自宅として住んでいます。あ、いいとこ見つけたじゃん。めっちゃ癒されるいいねここ、うん、斜め天井か。子供も喜びそうだね。これこれ、私が見たかったの。これほら、三角屋根、憧れるよね。すごいおしゃれだね。あ、早速スイングベンチで楽しそうですね。わー、気持ちがいい。木に囲まれた吹き抜け、天井高っ。本当だね。あ、気持ちいい。裸足だと気持ちいいよ。あ、本当？脱いじゃねえよ。靴下脱いでみるわ。うん、わー、いいね。なんかずっと裸足で過ごしたいね。そうだね。子供たちが裸足で駆け回るのを目に浮かぶね。本当だね。気持ちいい。あー、今度は四角いお家、ね、かっこいい。青空リビングだね。こんなウッドデッキなら仲間も自然に集まりますね。わあ、すごい。かわいい。すごい。いいね。お店みたいよね。あ、本当そうだね、うん。趣味の道具がいっぱいだ。遊びの空間だね、ここはもう。そうだね。すごい。あ、こっちの本棚見て。あ、これ飾る雑誌によってね、うん、その人の趣味とかセンス出るよね。それをお母さんにお任せします。うわ、運転。いける？え？
頑張れ1階と2階がつながってるからどこにいても家族の気配が感じられて、あ、なんか安心感があっていいね。あ、ねえねえ、2階のロフトどう？今手作りの椅子作ろうと思ってスケッチしてたんだ。おー素敵、うまいね私もさ作ってほしい本棚あるんだよね。あ、そう、うん、作ろう。ベスの家に暮らすと DIY を始める人が多いとか、薪割りをしたりウッドデッキを塗装したり、手間をかける暮らしを楽しむようになり、ますます家への愛着が増していくようです。いやー、どの家も本当ワクワクするような家ばっかりだけどさ、うん、これって僕たちからしてみたら夢のような暮らしじゃない？それが夢じゃないのよ、うん、私たちと同じ世代で、うん、このベスの家で自然派の暮らししてるファミリーがいるんだって。本当？うん、緑に囲まれた高台にお住まいの市川さんご夫妻、ワンダーデバイスで広々とした自然な暮らしをされています。もともと展示場自体は実家の近くにあったので、まあ、こういうのがあるんだなっていうのは知ってて、で奥さんと結婚したタイミングで奥さん家が早く欲しいっていうことだったので、こんな面白い家があればいいなというので無理やり最初連れてった感じですかねいや面白い家だなと思って、もうそっからはあ、もうベスでしか建てないって思って、家の中が全面木でいい匂いがしたっていうのが一番印象的でしたね。まあ、ちょっとね広い土地で、まあ、大きめの家に住めたらいいなっていう夢は持っていて、あと子供も伸び伸び育てる家がいいなと思って、なるべく壁も少ない広い空間が取れる家を探しました。まあ、自分のやりたかった、例えばこういう薪ストーブとかやりたかったことが、まあ、少しずつできるようにはなってきて、まあ、面白いのかなって、あとやっぱ地域の人たちに溶け込めるようにはなってきたかなと思いますね。なんていうんですか、デザインっぽいような家もこの辺にはあんまり建ってないので、結構みんな気にしてはくれてますね。ちょっと庭いじっただけで、こうしたんだね、ああしたんだね、こうしたらいいよっていうのは教えてくれたりするんで、すごい楽しいね。ベスでは開放感あふれる家や遊び心いっぱいの家など、暮らしをとことん楽しむための個性豊かな木の家を5種類ラインナップしています。アウトドア好きの方や子供をのびのび育てたい方、趣味など好きなものに囲まれて暮らしたい方に人気です。ベスでは展示場をログウェイと呼び、単に家を比較検討する場ではなく暮らしを体験する場と考えています。近隣のログウェイは東京代官山と多摩、藤沢の3カ所あります。どんな暮らしが楽しいか、お近くのログウェイへイメージしに来てください。ログウェイにはログウェイコーチャーと呼ばれるベスの家に暮らすユーザーが月に数回訪れます。目印は赤いエプロン。自分の経験からベスの家の暮らしぶりを教えてくれるので、気になることをどんどん聞いてみてください。皆さんも今度の週末はログウェイベススクエアに遊びに行きませんか？こんな暮らしがしたかったが発見できるかもしれませんよ。